はい、こんにちは。下克上フリーターです。今日はね、静岡県の伊豆の方、修善寺の方に来ております。なんで来たかっていうと、今回は一パー五系踊り子号が、もうすぐ引退するということで、お別れ乗車。また、修善寺の方に踊り子で行ったことがなかったので、あえてそっちの方に行ってみようということで来ました。で、ついでに観光もできたらと思ったので、この修善寺までやってまいりました。修善寺も結構のんびりしてていい観光地だなっていうのは事前の下調べで思ってたので、ちょうど一人旅にも最適かなっていう、そんな場所ですね。有名な温泉地。あとなんか有名なのかな？わさびとか。まあ、この後わさびとかも堪能できたらと思ってるんですけど。はい、ということでね、ちょうどお昼時になりましたんで、ここでお食事しようと思います。あ、いいですよ。すいません。声だけですので。はい。あとは自分ではい。ごまおろして、なるほど。わさびもおろして、おつゆに薬味として入れたら、せいろのおそば召し上がってください。はい、ありがとうございます。山菜はつまみながらね。はい。あと下がとろろそば、二色のお味で、サービスのわさび使えばご自分のわさび持って帰るように一応袋つけてある。わかりました。はい、で、これはまかないのおにぎり。はい、ぜひ食べてください。はい、というわけでね、この禅寺そばっていうのをいただきました。これはね、ほんと、とろろそばも入ってたし、この普通にざるそばみたいな、冷たくて美味しいそばいただきました。で、この本わさびなんだけど、すってもいいし、左の方にね、普通にわさびつけてくれてるんで、持ち帰りもできるみたいです。あと、このわさびの何煮付けだったかな？そう、わさびの漬物もあって、そう、いろいろ珍しいものも食べられて非常に満足でした。これは高評価ですね。ということで、修善寺というお寺、この、修善寺という地名の元になったお寺に来ました。ここはね、弘法大師の、建てたお寺ということで、ここは今も桜、あと梅の花がすごい、綺麗にたくさん咲くそうですね。今冒頭でも少し綺麗な梅か桜かちょっとわかんないんだけど、咲いてましたね。あ、これですね。これが、どっちだろうな。まあ、綺麗ということには変わりないということで。あとね、この、仏像、石像が並べられてました。そして、ここが、修善寺の中心部ですね。メインストリートになる場所。はい、ここはね、寒桜ですね。まだ南部咲きか。ちょっとまだまだですね。まあ、まだ2月の中旬だからしょうがないっちゃしょうがないんですけれど。はい。はい、ここはね、境内のすぐ近くの竹林ですね。後で行く竹林の小道とはちょっと違う場所です。お、これは綺麗だ。はい、ここはね、後継橋ってものかな、確か。こう、この修善寺にはね、5つ川の中心に橋が架ってるんですけど、このね、橋で5つの橋全てでお参りをすると、恋愛祈願、恋愛成就となるらしいです。俺はやんなかったけどね。
はい、ということで今度竹林の小道ですね。ここはね、京都のね、嵐山にも竹林の小道っていうのがあるんですけど、あれ、それにね、似たような感じ。ちょっとあれよりは小規模かもしれないけれど、まあ、小規模ながら、歩きやすいね、道でした。ただね、この後ね、見えるかな？そう、カップルがね、何組がいてね、ちょっと気まずい思いをしたんですよ。ほんと、一人旅の、辛い時、あるあるみたいな。でもそんなこと気にしてたらね、いけませんよ。ぜひ、そういうものに打ち勝って一人旅を楽しみましょうということで、このたくさんの竹にね、癒されながら、陰キャ小武将はこの竹林を歩いてまいります。はい。今度また橋にやってきましたね。ここは修善寺川という川で、まあまあ綺麗な川ですね。はい、なんかね、写真展みたいなのがやってましたんで、この修善寺回廊というね、ギャラリーがあるんですけど、ちょっと見ていきましょう。やっぱり竹林の小道。ここはね、夜こんな感じでライトアップするらしいんですよ。あ、夜もね、今度行きたいね。でも、カップル多そうだから、やっぱやめとこう。あと、ひな飾りですね。ちょうどこの動画投稿してるあたり、今日3月3日ですけど、ひな祭りの時期も盛り上がると。それから桜、梅。そしてこれは静岡といったらこれ富士山ですね。ここから集中的に組み上げられているようですね。しかし寒い。早く温泉入りたい。それだけ。現地ボイスでお届けしますが、本日強風が、強く吹いてます。強風が強くっていう日本語おかしいな、ね、ということで、このお墓がここにあるということで、ちょっと温泉の方から、修善寺温泉の方から15分ぐらい歩いてここがありましたので来てみました。はい、ここはね、修善寺温泉とっこの湯というところですが、ここはね、観光地という見せ物という位置づけなので、もちろん入ることもできないし、足湯としてもここは入っちゃダメらしいです。まあその代わりにね、近くに足湯はあるんですけど、ここはあくまで見るための温泉みたいです。ここはもう湯どころとしてかなり長い歴史を持つ修善寺ですね。さすが。はい、ここはね、箱湯という日帰り温泉銭湯の施設ですね。ここに今回は入ってきました。はい、ここはね、比叡神社という神社なんですけど、このね、夫婦杉という、大木が非常に有名ですね。この夫婦杉、これそう、こうやって見ると、なんとね、そう、
この二股になってるんですね。枝かよみたいなね感じでもあるんですけど、こんな巨木がね二つに分かれてるってすごいっすよね。ということで、この神社ね、かなりそうこじんまりとしてて寂しい雰囲気もあったんですけど、癒されるパワースポットでした。はい、ということで修善寺の観光の模様をお届けしました。ここまで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。下克上フリーターでした。バイバイ。